第7章、諸地域世界の交流。ユーラシア大陸では、騎馬遊牧民が活躍した、北方の草原の道。その南のオアシス諸都市を結ぶ、オアシスの道。それに、船による物資の運搬が行われた、南方海上の海の道。が、東西文化の交流と発展に、大きな役割を果たしてきた。特に海の道は、8世紀にムスリム商人が、インドや東南アジア、中国に進出し、さらに10世紀以降、中国人が東シナ海、南シナ海に進出してから大いに発展した。その後、東アジアの海洋世界では、明の海禁政策によって、中国人の交易活動は一時衰えたが、周辺諸国からの朝貢は盛んに行われた。インド、東南アジアと地中海を結ぶ地域では、イスラーム商朝が交易の主導権を握り、ムスリム商人の活躍が目覚ましかった。イスラーム世界とヨーロッパを結ぶ交流は、地中海を舞台に展開され、ムスリム商人とイタリア商人の通商活動ばかりでなく、イスラームの学問や技術も地中海を経てヨーロッパに導入された。16世紀になると、諸大陸を結びつける長距離交易が急速に活発化し、世界の一体化が始まった。交易の利益や新式の武器の伝播は、アジア各地で、新興政権の成立を促した。1、陸と海のネットワーク。草原の道、ユーラシア大陸では、古くから3つの道が東西文化の交流と、相互の発展の上で大きな役割を果たしてきた。内陸アジア北部を東西に結ぶ草原の道、その南の砂漠地帯に点在する。オアシス諸都市を結ぶオアシスの道、シルクロード、南方海上を船で往来する海の道がこれである。南ロシアの草原地帯から東に向かい、カザフ草原からモンゴル高原を経て、中国に至るのが草原の道である。これらの地域で活躍した騎馬遊牧民は、前6世紀のスキタイ以降、騎馬による機動力と武力をもって各地を侵略し、国家を建設した。前3世紀に強力となった郷土。4世紀末に中国で大国を建てた戦費。4から5世紀のヨーロッパに侵入した墳などに続いて、隋唐時代には突厥やウイグルが中国北辺を脅かした。また、10世紀頃から中央アジアでイスラーム化したトルコ系民族の西アジア方面への進出。13世紀のモンゴル民族によるユーラシア大陸の東西にわたる征服活動は、交易のネットワークをさらに拡大する結果をもたらした。武力による騎馬民の活動は、中央アジアのオアシス民や東西各地の文化圏を脅かしたが、反面、情報の収集に熱心で、新しい文化の受け入れにも積極的であった彼らは、東西文化の交流や伝播の上で大きな役割を果たし続けた。オアシスの道。東西の地域世界を最短距離で結ぶこの道は、前6世紀からのアケメネス朝の進出、前4世紀後半のアレクサンドロス大王の東方遠征、前2世紀後半の前漢武帝の西域進出、7世紀に始まる唐の西域経営など、東西の地域世界の発展と拡大の中で開けていった。タリム盆地の南北に位置するオアシス地帯には古くから多くの都市国家が栄え、その間をラクダを連れた大商が往来して中継貿易に従っていた。特にイラン系のソフド商人は郷土、突厥、ウイグルなどの遊牧国家内で交易に従事するとともに、マニキュアやソフド文字などを東方に伝えた。この交易路を通じて中国の生糸や絹が西方に、このためシルクロードとも呼ばれる。ヘレニズム文化やイラン系の文物が東方に伝えられ、仏教もこの道を通って、インドから中国に伝えられた。貿易の利益を狙う。草原の民の南下も活発であり、トルコ系、モンゴル系民族の侵入が相次いだ。海の道、地中海から、黄海やペルシャ湾を通り、アラビア海を渡ってインドに達し、さらに東南アジアや中国に至る海の道も古くから開け、
船による交易が活発に行われた。インドと西方との貿易は、ローマの発展に依存して、ギリシア系商人が活動を始める、1世紀頃から盛んになった。同じ頃、インドと中国を結ぶ航路も開け、商人たちはローマ領から海の道で、中国の沿岸部に至った。この道による中継貿易の中心地は、南インドであり、これと結ぶ東南アジアのマラッカ海峡、インドシナ半島南部も、航海上の要衝であった。これらの地域では、港町を中心に、孔子国家が相次いで建設され、香辛料や絹、茶、陶磁器などの交易によって栄えた。インドのサータバーハナ町、アーンドラ町、やスリランカ、セイロン島、プナン、チャンパー、シュリービジャヤなどは、孔子国家として、海上貿易で栄えた国々である。2. 海の道の発展。東アジアの海洋世界。8世紀から、アラブやイランのムスリム商人が、海上に進出し、広州や泉州など、中国沿岸の海港に出入りし、居留地を作るようになった。10世紀以降、中国が、目覚ましい経済発展を遂げると、中国人の海上進出も活発となり、宋元の時代には、海の道による交易が、著しく発展した。宋代の中国では、青磁や白磁など、陶磁器の生産が盛んとなり、絹や銅線とともに、ジャンク線によって各地に輸出された。中国商人による交易の範囲は、東シナ海から南シナ海、インド洋にまで及び、陶磁器を主要な交易品とするこのルートは、陶磁の道とも呼ばれる。元の時代にも海上貿易は盛んに行われたが、14世紀半ば、元の力が衰えると、倭寇の活動が活発化し、朝鮮半島や中国の沿岸で、略奪を行った。14世紀後半に成立した明は、倭寇の活動を抑えるため、海禁政策を取る一方、平和の艦隊を、東南アジア・インド洋に派遣して、南海諸国の朝貢を促した。平和の遠征の終了後、海禁政策の下で、中国人の海上進出は停滞したが、東シナ海交易圏と南シナ海交易圏の接点に位置する琉球王国は、明への朝貢を活発に行い、これらの交易圏を結ぶ中継貿易によって繁栄した東西世界を結ぶムスリム商人。13世紀以降、商人や神秘主義教団の活動によってインド、東南アジアのイスラーム化が始まり、14世紀末にはマレー半島西南部にマラッカ王国が成立した。この王国はマジャパヒト王国の商業活動を抑え込み、インド洋と南シナ海を結ぶ中継貿易によって繁栄した。続いて登場するジャワ島中南部のマタラム王国やスマトラ島北部のアチェ王国も、香辛料貿易によって栄えたイスラーム国家である10から11世紀にかけて、バグダードが政治的混乱によって衰退すると、エジプトのカイロが、インド洋と地中海を結ぶ、交易活動の中心となった。ムスリム商人はインド商人と提携して、インド東南アジア産の香辛料、香料、木材、中国産の絹織物、陶磁器などを購入し、これらの商品を断線に積んで、インド洋から航海沿岸に運び、さらにナイル川を利用して、カイロやアレクサンドリアにもたらした。アイユーブ朝やマムルーク朝は、豊かな農業生産に加えて、東西貿易の利益を独占し、首都カイロはイスラーム世界の経済、文化の中心地として繁栄を極めた。この頃、インド洋と地中海を結ぶ交易活動を担ったのは、カーリミー商人と呼ばれる、ムスリムの商人グループであった。彼らは、通商による利益を、モスクや学院の建設に注ぎ込み、イスラーム文化の保護者としても、重要な役割を果たした。地中海世界の交流、ベネチア、ジェノバ、ピサなどの、イタリア商人は、キリスト教諸国が、十字軍を起こしたのを機に、武器や食料などの、物資輸送を一手に引き受け、大きな利益を獲得した。また、12から15世紀にかけて、ムスリム商人から香辛料その他を買い付けたのも、
これらのイタリア商人であった。彼らはアレクサンドリアに商館を建設して、活発な取引を行い、アイユーブ朝やメムルーク朝君主にも、戦争に必要な鉄や木材を供給した。カイロのムスリム商人も、チリア、北アフリカ、イベリア半島の海岸都市に代理人を派遣し、これらの地中海都市を結んで香辛料、砂糖、紙、穀物などの取引に携わった。また、11から13世紀には、十字軍とムスリム軍との戦争にもかかわらず、地中海を経由して、先進的な知識や技術が、イスラーム世界からヨーロッパにもたらされた。医学、哲学、数学、科学などの、アラビア語の著作は、次々とラテン語に翻訳され、ヨーロッパ近代科学の誕生に、大きく貢献した。さらに、イスラーム教徒が中国から学んだ、聖書法、羅針盤、火薬なども、シチリア島やイベリア半島を経由して、ヨーロッパに伝えられた。高度な灌漑技術を伴う、サトウキビ、綿花、オレンジ、ブドウなどの栽培が、イベリア半島に広まったのも、地中海を結ぶ、活発な交流の結果であった。世界の一体化と銀、16世紀に入ると、諸大陸を結ぶ、海上交易の発展により、各地の海域世界は、互いに密接に結びつくようになったが、その活発な遠距離商業を支えたのは、銀の増産であった。アメリカ大陸の征服を進めたスペインによって、ラテンアメリカの銀山が開発され、大量の銀がヨーロッパやアジアに流れ込んだほか、日本でも銀山の開発が進んだ。東南アジアの胡椒、香料や、中国の生糸、インドの綿布など、アジアの特産品が銀によって買い付けられ、その販路は急速に拡大した。アジアに進出したヨーロッパ商人と、現地の政権や商人とは、貿易の利益をめぐって、時には協力し、時には抗争する、複雑な関係を結んだ。東アジアの海域でも、日本人、中国人の密貿易集団、倭寇、や、ポルトガル・オランダなどの、ヨーロッパ勢力の活動が活発化し、明の海禁政策は崩れていった。国際商業の発展に伴い、火縄銃や大砲など、ヨーロッパの新式火器が、アジア各地に広まり、新興政権の成立を支えた。トウモロコシ、サツマイモ、ジャガイモ、トマトなどのアメリカ大陸作物も、世界に広まり、人々の生活に、大きな影響を与えた。